GM チャンネルスタッフ、ゲームマーケットスタッフがお送りする GM チャンネル。うん、僕ちょっと強いかも。ゴエモンです。山田マンです。はい、ということで、はい、今回はハンターハンターコラボということで、うん、レベルプトに行きたいと思うんですけれども、自信満々やったね。いや、自信満々っていうかさ、自信満々やったね。なんかこうこれ言うのが久々な感じがして、なぜかしないけど、このテンションでいかないと多分乗り切れないなと思って。そういうことね。うん、行きましょうか。まあ行きましょう。はい、ということで、はい、止まりました。来ましたよ。僕らハンターハンターは見てますしね。うん、ちょっと密かを入れたいなということで。いや、まあコラボキャラやしね。そうね、とりあえず入れたいと。密かにと、まあアンテのクシナダにということで、はい、勝っていきましょう。これ絶対勝てるよね。勝てる。さあ行きましょう。絶対勝てる。うん、うん、俺絶対勝てると信じてるから。宝箱使った。宝箱使ったよ。本当に？もちろん。うん、これ見える？ここでバレるから。バレんの？うん。ああ、ここでシャーンって出たら宝箱使ってる。基本嘘つかないから。あ、そう。うん。基本ね。うん。画面固まったんじゃ俺。やめろ。基本嘘つかないとか言ったから。はい。おい。当たり前ですよ。さすが。もちろんですよ。行きましょう。さあ行きましょう。はい。こちらに密か使うの初めてなんだ。同じくです。はい。強さ分からへんね。分からへん。全然いい。まあとりあえずアンチブロックがいい感じですね。ダメージオールが片面だけでいると。ダメージオールさえ気をつければ、そうね、ヒソカはまあ活躍してくれるんじゃないかなと。うん、まあヤバくなったらね、バンジーガムかなんか使って止まればいいだけやし。うん、気持ちの問題やけど。気持ちの問題。気持ちの問題ですけど。確かにね。うん、あ、バンジーガムそういう SS だっけ。そうね、うん、はい、使いませんということで。さあ、テレプシコン限界を超えて前。いや、もうね、やっぱキミラアント強い。予想以上に辛い。兵士やから強い。うん、結局やっぱ幹部生やからね。幹部生って言い方もおかしいけど。そうね。とりあえずね。そんな。さあ、どうしましょうかね。ヒソカがね、やっぱギリギリの戦いをね、求めちゃうっていう。そうね。そういう悪い癖があるから。こう回るよ。回りましょう。引っ張って。回れ。一体は倒したね。どこに出る？左には出んなよ。オッケー。このさ、俺バンジーガムの使い方が分からんのよ。まあ1、2、5、2、打つか。うん、そう、打ってみてもいいかなっていう気はしてるんだけど。スピードアップすんの。そうなんで、今使ったら焼けんじゃん。そうね、焼けたらは話にならないかな。オッケー、ナイス。とりあえず下を、うん、大事。とりあえずね、一体ずつ削っていきたいところではある。うん、ここは取りたくない、非常にハートは。そうね、でも触れてるんちゃうかぐらい。で、そうだよね。下に行ったら大丈夫かもしれない。いやー、怖くない、この角度で行くのが。あ、でもこの角度か。そう、行ってみようか。うん、下だけ倒したいけどね、本来。ダメか。惜しい。いやー、やばいかもな。大丈夫か。オッケーオッケー、全然大丈夫です。あとまた触れてる。まあ回ろうか。そうね、引っ張って密かに当たって、うん、1体くらい倒したよね、右の。そうね、強っ、やっぱ最初レベルピト出てきた時超怖かった。おいー、よしよし、オッケー。超怖かったよ。めっちゃ怖いよ。ほんとに。じゃあ顔変わっていったもんな。そうそう、漫画の時なんか最初、おお、猫の化け物って思ったけど、そう、なんか最後もめっちゃ可愛らしくなってた。そうそうそう、人の心を持ったんかもしれないね。これもうとりあえずこいつ倒すよ。倒そう。まあ友情でなんか溶けそうな気もするよ。まあね、ブロックさえ超えればよいしょ。素晴らしい、素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい。さあ、私これね、ダメージよりしつこいんだよね。ずっと出てるな。そう、これもう縦感しかないわね。バンジーガムに立ってくったら、じゃあ、いや、どんなスピード出るか分からへんね。確かにね。ほんまに。確かにね。打ってみる？めっちゃ怖い。分からんな。一回弱点も来てないしね。そうやね、やめとくか。うん、ちょっと左寄りに、うん、入れまんだけシーンのこと言うの。そうだね。あと5ターンかな。おっす。お、こう打とうか。打とうか。片手に。これは行ってもいいと思う。打ってもいいと思う。普通にね。うん。もうほんまに右にさえいかへんかったよ。最悪。そうだね、片手やったらなおよし。まあいけるでしょう。さあ、ちょっと左気味に仕切りました。どんな感じなの。ああ、でもほんまに綺麗な技って。ただ下の壁に行くな、これ。これなんで、どうなの、そっちに行くんじゃ。
おお、何？跳ねた。ガムやガム。バンジーガムや完全に。あ、引っ張ってもう一回行くってこと？うん。なんかすごいモンストっぽかったね。ね。引っ張られてたもんな。これ上入りたいな。入りたい。しかも砂時計出てる素晴らしい。なんかどういう変に見えないね。そう。手の形で入った。素晴らしい。いけ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 。オッケー。よっしゃ、危ねえ。素晴らしい。いや、ギリギリの戦い。さっきからギリギリだよ。ギリギリの戦いよ。クシナブがね、2位残ってればね。まあまあまあ。ザコ殲滅とっていうところが大事。いいところにクシナがいるけど、俺の方か。そうね、どうしようかな。ザコどういきたいところではある。うん。で、間に入ったでかいな。あのレーザーの。そうそう。大変じゃん。行ったんじゃん。だった。すげえな。あざす。狙い通りやん。すげえな。あざす。さあ私。来たかー。うわー、これ嫌なパターンやなこれ。横勘やな。真横勘かな。うわー、入れ歯やめてよ。めっちゃ怖いやつ。入れ歯したら終わるなこれ。終わる。下に入れ歯したら終わる。よしよしよし。オッケーオッケーオッケー。俺が超怖いね。逆に振り左側だよね。多分左。そうやな。左側の方がいいな。こういく感じだよね。うん。でもめっちゃ怖いんだよ。まあ、行くしかないよな。行くしかないよなこれ。ステイはないわ。もうこの HP の。うわー、やばすぎだろ。何してんの。やばすぎだろ今の。うわー最悪。今のやばすぎやろ。最悪。今のはないわ。うわー、やったねこれ。やった。うわー、やったねこれ。ほんまに。うっそー。やったなー、すごいなー今の。持ってるわー今。まあまあまあ、まあ、次いけるよ。このメンツでいく。事故らへんかったらいけるもん。そうね、確かに今の感じ見るとね。ぶっちゃけあと在庫処理きちん。今のひどくない？今のひどかったけどな。ストック1体でもいいけどな。そうするか。そうする。ストックですから。そうね。うん。よっしゃ、来ました。さあ来ましたよ。SS1 体売っちゃいましたけども。売っちゃいました。まあキャラを1体変えたと。そうね、1体クシナダにしました。やっぱダメージオールが危ないということだよね。そうね、うん、苦しかったね。苦しかった。はい、次ストカね。やだね。あ、でもまあ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 、ここいけんじゃん。これ頭上で変わる。最高やん。いいとこにいる。やっちゃって。うん、おー、一回だけ。うん、まあ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 、さあさあさあ、俺がね、右のやつ倒したいな。いや無理だね、ブロックいるね。いっか、入れんか。真下にブロックが入る。俺の下 HP の真下にブロックを。こっち通れへんか。あ、上から通ってるってこと。上から上から。確かに入れたらでかいな。それやったらいけない。やったらいけない。やったけど、うん、やったけど一周してた。まあ全然いいでしょ。全然いいとこ行ったねこれ。全然いいでしょ。全然いいでしょ。でもイケメンじゃない。うん。くっさー、イケメンになりたかったな。ーゲームだけでも。ゲームだけでもイケメンになりたかった。十分イケメンだから。全然違う。さあこれさ、うん、下左下挟まるか。下でも倒したいところではあるけど。倒したいんだけどね。カンカンでこれさ、多分ブロックで貫通はいけないよねこれ。直で。いやー、まあ、きついと思うな。厳しいよな。だから下に潜るぐらいのスタートなのかな。そうやな、多分行くとしたら多分その下からやんな。うん。あ、やっぱなー、ちょっと。あ、まあ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 、まあまあまあ、最悪結果オーライぐらいの、うん、まあまあまあ不幸中の幸い。不幸中の幸いだね。さあ私、うん、さあここはどうするか。ただ広い、うん、ハートもね、あと触れてるね。いやむずいなこれ。下も倒したいけどな。そうね、ヒソカじゃ絶対倒せんじゃん。角度だとね。逆にヒソカ倒せるのかな、横勘で。うわー、いや際どいな。際どい。削っといた方がいいかもしれない。そうね、入れたな。入れたそう。入ってくれ。あっ、まあ削りは悪くないね。ひそか横勘か。いや無理やろ。恐怖すぎるわ。恐怖の横勘。だから俺ちょっと縦でね、ゆっくり行く感じね。一体は倒したいな。そうね。まあまあまあ頭上でもいいけど、一体は倒したな。あーマジ残ったね。同列できる。同列は。まあまあまあ悪くないけど。悪くはない。俺か。横貫したいね。横貫していいんじゃない。横貫していいよ。飛んでほしいな。うん、飛べ。だいぶいけ、だいぶいけ、だいぶいけ、だいぶいけ。うん、オッケー。4分の1ぐらい。悪くない。よし。さあハートも出たしね、弱点で。うー、レーザー倒して、ね、
じゃあ倒そう。そういうブロック当たる、絶対知ってる、でもあ、そっか、そう、そこ、一発目、初手で当たると。わかった、じゃあこう、もうどうしようもない。そうやね、ここ触れてるからこそこっち。あ、逆にね、あの一回上に跳ねていけそうやけど。確かに、確かに。任せる、もう。やっぱり一瞬跳ねてたけど、全然いい、全然いい。よっしゃ、全然いい。むしろ狙ってたぐらい。狙ってた、全然いい。これさ、ハート出ないと無理だよね。結構やばいな。打つか、ここで打って耐えれんのか。2ターンどうなん、これ抜けたら。でもそうだよね、打つしかないもんね。バンジーガムで倒せる気がしない、ね、4万ぐらい残ってるのは厳しいやろ。だってそうだね、行こう、倒してください。バンジーガムで多分抜けれへんもんな。抜けれない、よっぽど減らしてた別だけど。オッケーオッケーオッケー、よしよし、うん、よしよし、まあ抜けるしかなかった、1体残ってるから、うん、俺が。そうね、まだ可能性はある。いいんじゃないでしょうか。いいんじゃない、うん、SS は2つ残っている。そうね、あの一ステージに一つ失って使ってってる。あーぶねー。さあここでの打ったらいいんじゃん、むしろ。だってもうここでしか打てへんじゃん。いや分からん、あーそっか、だダメージオールが入ってくる。任すよ、任すけど。確かにそれは言えてるかもしれない。あの騎士走るならそっか、死なず拾ってもいいか。そうやね、拾った方が絶対いいかもしれない。拾っていろんな暴れ打ち暴れ打ちで行きましょう。暴れ打ち引っ張ってくれ、いろんな、いっぱい引っ張って。もうやだ。何が起こった今。いや、おそらく、うん、そのおう、その暴れたんだけど、ケツにはまっちゃったね。いやでも山田も打ちたくないね。まだ打ちたくないよな、うん、まだここ2体倒したい。うん、下そこで待ってくれ。ナイス、よし、あ残った。大丈夫大丈夫、まだ5位。いやー、俺のバンジーガムミス。バンジーガムやったな今の。使い明らかに、明らかにミスったよね。マジ明らか。いや、まあまあまあ、あれはまあ結果、まあまあ、うん、結果論としか言えへんかな。はいはいはい、使いこなせてない感すごい、まあ、仕方ない、そういうこともあるさと、うん、さあどういく、上がってくしかない。あーってか次のクシナダのためにハマっとくってのも手だよな。ただ、うん、そうやね、ハマってた方がいいっちゃいいけど、ハマれる、そうなんだよね、この角度ハマれなそうだよね。厳しくね、うん、そうやね、レーザー倒したいな。その王冠みたいなかぶってる雑魚でもいいけど、おおおお、王冠みたいなかぶってる雑魚、こいつな、こいつ、水のこいつ、でもこいつ3ターンやし。うわ、いってハートくれよ。遠いな。横勘で上がっていくしかないんか、これ厳しいな。上靴ある、耐えろよ、靴あるけど、まあまあそんなに大丈夫なような気がする。そんなによっぽど入れ回しになったら大丈夫。そしてスピークリア逃した。オッケー、ナイスナイスナイス、いいぞいいぞ、ハート取ってしか、耐えろよ、とにかく。うわ、あぶね、山田マンス先生、もう打つしかないよ、決めてくれ、もう。決めてくれや、気づいてくれ。決めてくれ、もうとにかく俺ひそかにハート取るぐらいの感じるぞ。オッケー、とりあえず取らな、終わるやろこれ。いや、いや、いいいい、はまりに行って、次さ、あいつしか攻撃来ないじゃん。雑魚来るで、耐えれる2100しかないで。もう、HP 雑魚は、あの、本気で打ってる。じゃあ、もうはまりに行くれ、俺ダメージ出していいと思う。ほんまか、うん、雑魚は友情が出るってこと、友情が出るってこと。いや、てか普通に暴れて倒すと思う。ほら、あ、ほんまやほんまや。じゃあ俺上1体、ハマれハマれハマれ、もっとハマってくれ。ハマらなかったなー。ひそかだけ、ひそかがいるね、ひそかだけ。でもは、けそうやね、まあそうね。まあ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 、これ行くしかないよな、もうこう行くしかないね、もう回るしかないよな、これさ。多分踏んでないよ、踏んでもいいけど、踏んではないんちゃう。オッケー、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 たまった、たまった。オッケー、オッケー、もうみんなハマっていくスタイルね。うん。うわ、ハマってたからこそ、ハート取ろう。ハマりながらハート取ろう。右から。こうい、お、ライト。くってるけどさ。お、それや。これや、それや。それや。ちょっと待って、笑わせないで。こんな角度ある？どんな曲がり方してるそれ。どう、あかん、それや。瞬間や今。
の今の今なガイドが見えてたから決定的瞬間見えたから皆さんご覧ください。どんな角度ある、どんな曲がり方してるそれ。どあかんそれどあかんそれあ、HP 見て勝ってたね、多分あれ取ってたら。確かにな、ラストかな。もう一回行こう。よし来ました、帰ってきました。ただいま、ただいま。今回2体残ってます。どうしよっかな。さあでもさ、こいつ、あ、難しいよな。やめよう、一回初手はやめよう。初手はやめとこう、とりあえず。しかもブロック出てたね。どうすっかな、これ真横。まあ真横やったら若干残るけど、まあ残してもいいと思うよ。こう行って寝る。でも真横の方が安牌か。まあ上行って間に入るっていう手を狙ってもいいけどね。跳ねたね。まあまあまあ絶妙、絶妙に跳ねたね。バンジーガムで私ザク減らしてどうか。バンジー、あーでもさ、山田もそれ SS ってネフェルピト狙えば入りに行こうか。うん、ここでもね、入れ番があるんだ。わかるわかる、さっきの。そうさっきのな、さっきのがあるから。うん、とにかく入ります。OK、 どんだけ削れるかね。ここで入った入った、入りましたけども。あ、全然いいんじゃん。で、次の俺の、うん、あ、しかもザコ超減らしたし。 OK、 これ多分ただ超怖いのはヒソカやね。ヒソカ、ヒソカはまあ真ん中のあの王冠のやつ一体倒したいよな。いや、そうなんだけど入れ番はしない。本当下から下から SS 打つ、打たない。あ、本当は打ちたいんだよ。そうね、打ちたいけど若干怖いけど。若干怖いよな。こういくか。じゃあそうやね、入れ番さえしへんかったら全然大丈夫。こういくよね。そう言って頼むよ。 OKOKOK、 大丈夫。よしよしよし、とりあえずね、とりあえずとりあえず。で、俺の串灘をザコ処理で、あ、いや、そこに痛いな。痛いよな、カンカンしたよな。うん、ちょっと上カンしようか。そうね、次耐えるよな。耐えてくれよ。オッケーオッケー、耐えれが勝てる。耐える耐える。よしよっしゃよっしゃ、来た、いくよ。武藤打ちましょう。リーキに来てんのか若干。そうね、それもう入りに行って、あ、でも頭カンカン狙った方がいいかな。そうね、ここ行こうかしら。そうね、狙おう。これで決まるかもしれない、マジで、ね、お願いします。フライチャット人を倒そう。うわ、絶妙、絶妙に入ってない、抜けたな。まあでもまだ希望全然ある。そうね、全然ある。俺がもう一回入りに行くっていう、うん、でもザコも倒しておきたいねんけどな。あいつ大ザコは倒してもいいね。倒したいけど倒せる位置じゃないな。まあ左から行ったり叩けばいけるけど、こういっていくか。あ、でもいいや、次、あー、そっかそっか。でもそう、このターンに来るから。そうね、ここ多分こういって上に入りたいな。そうだね、狙います。うわ、そうか、いやー、そうか。あ、でもいった。オッケーオッケー、そっしゃそっしゃそっしゃ、ね、そっしゃ。今のはもう気合いでいったね。これでもハート取る、ハート取りたいね。こうやって薄く全然大丈夫。入れ番シーンもだってゲージさえ外さへんかったら、ね、オッケー、素晴らしい、全然大丈夫。届け届け、届いた。オッケーオッケーオッケー。え、てかバンバカ、バンジーがむっちゃよかった。ほんまやね、大丈夫、決めましょう。決めてくれ、入ってくれ。もうはい、入ったけど、うぃ、帰ってきた。耐える、耐えるんちゃう。耐える耐える耐える。うおっしゃ、勝った勝ったぞ。これはちょっと待って、絶対勝った、絶対勝った。ハート取っていいかな、どっちにしろ。まあ、そうやね、これはただ何でもいいか、ハート取らんでもいいのか。入るわ、とりあえず。うん、もう絶対勝ったよ。242勝ちました。約束を果たしてくれ。約束は守ってくれるよね。よっしゃー、オッケー、ありがとう、勝利。もちろん、あぶねあぶねー。そうか、ほんまにギリギリの戦い好きやな。ほんまに好きやな。すげえな、本当に凄まじいわ。バンジーガム打ってないし、しかもバンジーガム打ってたらもうちょっと。でもさ、今回怖いかもね。危なかった、早すぎて。あ、逆にね、
ジューンって、ね、そう、ジューンって行く可能性もあったから。ありがとうございます。いや、よかった。スピクリもないですけれども、この前でもう、溜めたもん。それな。あ、ありがとう。よっしゃ、ありがとう。よっしゃ、お疲れ。いや、これはでかいよ。緊張感あった。 B B やけどね。20分かけてるけどね。いや、よかったよかった。あ、よかった。勝ててよかった。あぶねー。この調子でクロロも倒したいところね。そうですね。はい、ということで無事、はい、うん、ネフェルフィトを倒すことができました。ありがとうございます。クシナダ読んでいけば余裕なんでしょうけれども、まあね、皆さんもひそかを使ってね、ギリギリの戦いをしてみてはいかがでしょうか。してください。はい、ということで本日はここまででございます。高評価、コメント、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。俺こんなイレバンしたよとか、ね、うん、心から我々笑いましたね。ありましたね。ぜひご報告ください。お願いします。はい、ということで本日はここまで。また次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。6% オフになる方法が登場。ゲームの課金は GM コインで。 GM コイン